デイビー軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万1240人であり、2000年の3万4835人から18.4%増加した。軍庁所在地はモックスビル町であり、同軍で人口最大の都庁でもある。デビー軍は1836年にローアン軍から 分離して設立された。軍名は1798年から1799年までノースカロライナ州知事を務めたウィリアム・ r デイビーにちなんで名付けられた。南北戦争の南軍にはデイビー軍から1147名の兵士が出征した。デイビー軍は地域自治体の委員会であるピードモント・トライアド地域自治体委員会のメンバーである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は267平方マイルであり、このうち陸地265平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.64%である。デイビー軍は7つの軍区に分割されている。カラハーン、クラークスビル、ファーミントン、フルトン、ジェルサレム、モックスビル、シェイディグローブの各軍区である。 デイビー群の一部はヤドキンバレーワイン生産地域に属している。ここで栽培されるブドウから生産されるワインは、そのラベルにヤドキンバレーの故障を使用できる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。デイビー群の自治体と群区。ありがとうございます。